U422 クラマトールシクは、ウクライナのエアクッション小型揚陸艦である。官米は、ウクライナ東部の同盟の都市にちなむ。ロシア語名はクラマトールスクである。クラマトールシクは、12,322号計画。ズーブル型エアクッション小型揚陸艦の一艦として、建造された。開発は、ソ連時代に開始され、ウクライナソビエト社会主義共和国。 クリミア自治共和国の都市、フェオドーシアにあったモーレフェオドーシア造船所の第301工場で建造された。当初の官名は MDK-57 であった。フェオドーシアでは12,322型6隻の建造が計画されており、MDK-57 は1988年、その1隻目として竣工した。MDK-57 は、 国会最初の12,322型艦として、ソ連海軍の国会艦隊に編入された。1991年8月24日には、ウクライナが独立したが、MDK-57 は完成していた、姉妹艦と共に、ロシア海軍へ管轄の移った国会艦隊に泊まった。その後、ロシア政府と、ウクライナ政府間に結ばれた協定に基づき、 1996年1月10日には、正式に、ウクライナ海軍に編入され、U422 クラマトールシクと改称された。しかし、1999年には6月11日付で、クラマトールシク多数席の海軍艦艇の除籍を、メイズル第557号内閣指令が出された。クラマトールシクは、海軍から除籍され、翌2000年の時点で、稼働状態から外れた。 この指令では、他にコルベットスームイ、捜作級難関チェルニウチイ、統制艦イバーノフランキーウシク、洋上ミサイル技術基地、コロムイーヤ、法廷、スビトロボーチックが除籍された。動力機関は1万馬力級のカスタービンエンジン MT-70 が動き、搭載され、水上最大 63KN の高速力を獲得していた。 そのうち2機は不要用で3機が軌道に用いられた。艦は小型ながらもウクライナ陸軍の主となっている T-80 度クラスの戦車を3両輸送できた。この他、PT-76 水陸両用系戦車ならば6両、PT-70 r、80水陸両用装甲兵員輸送車ならば8両輸送できた。クラマトールシクは小型艦であったが、 最低限の電子装備は搭載されていた。レーダーはポズイティーウとブラックイーチが搭載された。通信装置はブラーンが搭載された。また、クラマトウルシクには揚陸作戦時における敵の干渉を排除するため攻撃的な J システムが装備されていた。まず、互艦防空用の艦対空ミサイルシステムとしては、蛍光式防空ミサイル QK310 から1。 ホールか 1M が搭載された。これは、4機の発射装置に対し、赤外線誘導式ミサイル弾、対32発が用意されていた。これに加え、艦には3 0ト、mm、ル多方針機関砲2機が搭載された。これは、MR-123 から例に、B インペル管制レーダーによって投御される、近接防御核システムであった。一方、陸上、 海上への火力制圧のためには、強力なロケット弾制射システム RS-30、母号2が搭載された。これは 140mm 無誘導式ロケット弾の発射システムで、艦には22艦からなる発射装置 MS-227 をに着備えていた。弾体は、オブ -45、または、ZZH-45 の132、発とされる。このシステムは、 射撃管制装置ディボマイナス3によって投与された。ありがとうございます。